家事の仕事にお疲れ様です。花詰めチャンネルのネギちゃんです。今回はですね、春に可憐なお花ですごい魅力的なマーガレットですね、はい、こちらお届けしようと思います。このマーガレットなんですけれども、もう比較的ですね、初心者の方でも簡単に育てることができる、そんなですね、春に楽しんでいただきたいお花になっております。ぜひですね、最後までご覧いただいて、お宅の花壇や寄せ植え、マーガレットをですね、植えていただいて、お花を楽しんでいただければなと思います。それでは参りましょう。花ためチャンネル始まるよ。はい、マーガレットのね、簡単な説明からいきますね。まずマーガレットって聞くとですね、皆さんどうですか、この可憐なお花、そしてたくさんこう花をねつける、そんなイメージあるんじゃないでしょうか。もちろんですね、このマーガレットなんていうのはですね、これね、結構生育が旺盛でございまして、次から次へとね花を咲かせることができます。ただ高温多湿非常に苦手でございまして、夏はですね、ちょっとお休みいただきますね。それ以外の季節、冬もですね、夏と冬はちょっとね花が減ってしまうんですけれども、暖かくなってくる春ですね、まあ、一番その花芽をいっぱい楽しめるということで、非常にね、人気なお花となります。で、基本的にこれ生育が旺盛でありながら、まああんまり水をやりすぎないってことですね。メリハリある水やりを行っていただくことで、次から次へと花芽つけることができます。そしてマーガレット一番の特徴といえるのが、この木質化といって、キーみたいにね、あの茎がどんどん根元から固まっていくわけですよ。固くなってきます。はい、これね、あの別に木がこう腐ってるで、そういうわけじゃなくて、逆にこれ成長してる証なんですね。これ病気とか何でもなくて、むしろですね、これ木質化することによって生育がね、どんどんね、成長してるよってことなんで、これ安心してね、マーガレットっていうのはもう木質化する植物なんだよということで、そういったこともね覚えていただければいいかなというふうに思います。はい、では次、植え付けお伝えします。植え付けなんですけれども、この植え付けはですね、マーガレットって聞くとですね、生育が旺盛ですよね。これ皆さんの中で大きく最初から育てたいという方で、大きな鉢に最初から植えたいという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもですね、これちょっと待ってください。大きな鉢に植えるの、これ NG でございます。これ園芸初心者の方なんてなおさらですね、 NG でございますよ。これなぜかというと、これ土の量が多くなりますとですね、水やりの際に土に含む、土が吸収する水の量っていうのも比較的増えてしまいますよね。そうなってくると、これお水やり、植物枯らしてしまう、腐らせてしまうという方いっぱいいるんですね。水やりが失敗のもとなんで、これ植え替えるのであれば、まずは一回り、もしくは二回り大きい鉢に確実に植え替えるようにしましょう。それで根っこがいっぱい張って、下から鉢底からね、根っこが溢れ出してきたら、また植え替えっていうね、この細かなスパンでしっかりと植え替えをするようにしてください。はい、そしてね、この使用する土です。使用する土はですね、まあ、基本的に赤玉土を入れて水はけを良くするってことが大事になってきます。これ普通の草花用の培養土プラス赤玉土ね、6対4の割合で結構です。こちらをね入れていただくことで、水はけよく、多湿ですね、多湿を防ぎね、株自体が腐るのを防ぐということで、土にもですねちょっとね気を配って、作るようにしてください。はい、これマーガレットの置き場所なんですけれども、これマーガレットがですね、花をつけるのに非常に必要な条件というものが、日光ね、日光と風通しというものが必要な条件になってきます。まずですね、9月もういっぱいまではもう日光が当たるところに しっかりと置きましょう。それでいて、まあ雨には当てない、まあ軒下とかがいいですよね。はい、なので鉢植えの場合だったら移動できますんで、まあ雨の日だったら軒下、それ以外の晴れた日にはもうさんさんと太陽を浴びさせていただくという形でね、お日様に当てて花つきを良くしてください。そして風通しですね、比較的水やりとか蒸れやすくなりますね。夏場とか蒸れやすくなります。梅雨時期も蒸れやすくなりますね。そういった場合は風通しのいい場所、比較的屋外でも、風の通る場所、そういった場所に置いていただいて、蒸れを防ぐということを忘れずに覚えておいてください。はい、これね、マーガレットの水やりお伝えしてみますよ。マーガレットの水やりはですね、基本的に土が乾いてからの水やりです。基本的にジメジメとした、常に湿潤な環境というのはマーガレット嫌いますね。はい、なのでしっかりと水が乾いたのを確認しましょう。指を突っ込んでいただいて、もう鉢の底まで土が、水がですね乾いたのを確認してお水やりです。お水やりの際も注意していただきたいのがマーガレットですね。もうジメジメした環境苦手なんです。だからシャワーのね、こうヘッドでこう株全体にプシャーってこうかけるのっていうのは極力ね避けていただければいいかなというふうに思います。基本的に土の表面ですね、表面めがけて、株元にしっかりとねお水を与えるよう、エコンの水よりを心がけていただければ快適にですね生育できると思いますので、以下の2点ですね注意して、行うようにしてください。
はい、次ですね、マーガレットの肥料ですね。マーガレットの肥料はですね、基本的には、液体肥料ですね。液体肥料、速効性のある肥料を与えていくという流れになります。基本的に液体肥料、10日に1回ですね、まあ月3回ぐらいの割合で液体肥料を与えていきながら、夏前ですね、夏前になったら肥料1回止めましょうね。肥料を止めていただいて、お水やりは継続で与えていただいて結構です。はい、でこの夏場マーガレット、ちょっとねお花を咲かせるためのエネルギーっていうものは不足してますね。ちょっと元気ないです。お花あんまり咲きません、夏場っていうのは。ちょっとね暑すぎてマーガレットお休み状態です。そういったお休み状態に肥料を与えると逆にマーガレットしんどいんですね。はい、そうならないためにマーガレットに何を与えていただくかっていうと、肥料の代わりに活力剤というものを与えていきましょう。この活力剤というものはもう力を活性化する、もう文字通りですね。はい、株を元気にするんですね。はい、お花を咲かせるためじゃなくて、株大元を元気にするという意味合いで活力剤を与えていただく。こちらもですね、10日に1回ぐらい、夏場ですね、夏場の期間を与えていただいて、株をですね、もう健康な状態を保つようにしてください。はい、でこれね、お花のお手入れいきますよ。お花のお手入れです。まあ4月から6月にかけて、もうだいたいお花がね咲き終わって、どんどんねボトボト落ちていきます。枯れてしまいます。でそういった場合に、これ花柄といって、そのまま放置しておくとですね、他の株とか健全な株を腐らしてしまうとかね、そういった影響を及ぼします。なのでこれはですね、花もう終わりかけたら、もうしっかりと、チョキンチョキンと切ってあげましょうね、その花ね。はい、切ってあげるということで、花柄をしっかりとクリーン、もう綺麗な状態に株元ね、株周りをしていくっていうことが大事になってきます。さあそして次ですね、これね、梅雨明けて夏前ですね、梅雨入る前ですね。これね、梅雨入る前ではですね、一回この梅雨時期って一番蒸れるじゃないですか。この蒸れ、マーガレット再三お伝えしているように、蒸れっていうのは大嫌いなんです。嫌いなので、株元ですね、株元、大体ね育ってるこの草丈の半分ぐらいね刈り込みましょう。刈り込んで風通しを良くしますね。茂ってる状態から刈り込んで風通しを良くして、しっかりと梅雨を乗り切るために刈り込みましょうね。はい、刈り込んでいただいて、夏越しっていう感じね、夏を越して秋です。さあ秋です。9月になったらまた肥料を与えていきましょう。はい、肥料を与えていただいたら、秋にまたマーガレットって花芽どんどんつけていくんで、このようなサイクルでしっかりとまず花柄摘んで、で梅雨前にもうお花咲かなくなっちゃうんで、もう一回刈り込むと、半分刈り込んで、また秋から肥料を与えていただいて、秋にボッっていうね、花をいっぱい楽しめるというね、こんなサイクルでね、ちょっとねお花のお手入れお願いいたします。はい、これ夏の管理とね、じゃあ冬の管理だけもうちょっとね簡単にご説明させていただきますね。基本的に夏の管理、夏っていうのはまあ休眠、まあちょっとね、お休み状態になりますんで、この状態で直射日光ですね当て続けると、植物自体ちょっとね焼けてしまいますので、これはですね日陰、まあ直射日光、日陰、半日陰とかね、そういった場所に移動するようにしてください。強すぎる日差しっていうものは植物にとっても害になりますので、しっかりと夏越しをするために日差しは必要なんですけども、強すぎる日差し注意するようにしましょう。冬なんですけども、冬はですね基本的にね0度を下回るようなことがあれば、まあ、軒下に移動していただいて、霜ですね、霜を防ぐっていう形で、しっかりと冬越しの方もね、していただきたいなというふうに思います。でこれ1月2月とか一番寒いね玄関期ですね、玄関期の水やりは基本冬でもねやっていただくんですけれども、基本的に日中の暖かい時とか、土が乾いてからですね、ずっと冬でもですね湿った状態続きますとですね、お水そのまま凍ってしまったり、株自体がもう腐ってしまったりというね、冬に枯らしてしまう方も非常に多いので、水やりは、乾いたらたっぷりではなくて、乾いたら半分ぐらいでも、ね、十分なんですね、十分なんで、そのぐらい頻度をね少なくして、お水やりだけはね冬でもやっていただくような形でよろしくお願いいたします。はい、ということで今回ねお伝えしましたこのマーガレット、基本的に注意するのは夏ね、夏の高温多湿、梅雨前の高温多湿を避けるために一回刈り込むよということで、秋にもですねまた肥料でしっかりとお花、春と秋ですね楽しむことできますので、ぜひですねこの機会にマーガレットを手に取って寄せ植え花壇ね、素敵なお花をどんどん楽しんでいただければいいかなというふうに思います。はい、今回もですね最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今回もね動画良かったよって方はグッドマーク、はい、そして有益な情報を残されるためにチャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。そしてね、こういったことをね教えてほしいなという方はね、ぜひコメントからお寄せください。そちらを元にねまた動画もね作らさせていただきますので、ぜひコメントよろしくお願いします。はい、ということでまた皆さんね次回の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん花ナイスデイ。